ただいま、やっていきましょう。僕の夏休み4、瀬戸大少年探偵団ですね。やっていこう。さあ、時間が6時なので、ここから一歩でも出ると、おじちゃんがすごい勢いで襲いかかってくるという、そんな予感がしていますが、閉じ込められました。閉じ込められた瀬戸大少年探偵団は、どうやっていくのでしょうみたいな感じですかね。まあ、いきますか。はい。じゃあ、全員整列。太陽くんも怒られない。よし、解散。まあ、怒られてるわけではないのか。ご飯だよっつって捕まるだけか。あ、ずるい。太陽だけ先に帰りやがった。あ、ずるい。あいつ太陽意外にずるいやつなのかね。マップ切り替えると多分来るとは思いますけど、どこで来るか次第ですね。ここではまだ来ない。こっちが行ったら来ない、来ない。安全マップと安全じゃないマップがあるよね。なんか75号最近喋ってないな。どう？お前、東京そうで吊るした。まだ言うか。ひどいやつだな。さてと、俺様に何の用だい？乗船切符を買って。間違えた。これ行ったらどうなんだ、この時間に。はい。っていうか、まだ言われるの、時をそう。いつまで言われんの、これ。きつ。子供の心へし折ってか。帰るぜ、晩飯だ。はい、分かってました。いつ来るか、探ってただけですよ、おじちゃん。大丈夫。よっしゃ、じゃあ食べよう。いただきまーす。いただきまーす。エビフライだな。美味しそう。本当に、毎日豪華だな。おばちゃんも大変だね、毎日。あんな気合入れて、夕食作って。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。オッケー。ボクちゃんが直した橋見てきたけど、へったくそな修理だな。うるせえよ。あのかっこよさがわかんないの？わかんない？わかんないか。今度みんなで見に行こうよ。へこんだ。今行く？肝試し兼ねてさ。あ、いいですよ。そういうこと？遠くないみたいだし。こっちもりよるって。じゃあこの後直った橋のところに集合ね。そういうことね。ボクちゃん、逃げ出すんじゃねえぞ。ふん、お前こそ。あそこはね、ちょっと前まで橋も高速も何にもなかったのさ。高速なんか見えなかったけど、ただの細い山道だけ。向こう浜へ行くには便利だったな。そういえば夜私たちも肝試しに行ったわね。お前らその時初めてチューしたんだ。あったなんでそんなことまで親にバラしちまうわけ。ああ、ごめんなさい。おばあちゃんはおばあちゃんのお母さんだね。なるほどね。そういう感じで。というわけで、夜の探検に行くことになった。集合場所は学校の裏山だ。ああ、そういうイベントだね。そっか。ああ。なるほどね。赤ちゃん？動物園かな？よっしゃい！うん。桜幼稚園か。あ、ピンないんだっけ？そっか。あとちょっとだな。200円か、あと。夜釣りはやってみたかい？いや、夜釣りも違うんだ。あー、リンゴをプレゼント。夜釣りしていい？一回。これ学校の裏山行かなかったらどうなんだろうっていうか。一回夜釣りするか。一回じゃあ夜釣りします。うわー、なるほどね。景色あるな。あ、もう飛び込めない。夜は危ないからってことなのかな。飛び込めない。なるほどな。じゃあちょっと釣りますね。なんか新しいの釣れるかもしれない。おー、マダコが釣れた。やったー、マダコだー。これはー、美味しそうだな。なんか、タコイコール美味しそうって思っちゃうのもちょっとあれなんだろうけど。美味しそうだなー。この時間帯に釣ったやつは明日の料理として使ってくれるのかな。どうなんだろう。朝ごはんに使える。いつも食べてたタコだけど、初めて釣れたよ。頑張った。ほんとねー。いや、なんかでかいの引っかかったなーと思ったけど。マダコかー。いいねー。はい、そんなところですかね。あんまり、こう、急に釣れなくなるんで。あれだよな。釣れなくなってんだよな、やっぱ。そうだよね。結構しばらく待っても釣れないもんな。そういうとこも若干釣りと似てるっていう感じではあるけど。こっちから行こっか。ほい。学校の裏山ね。ほい。ホタルはもう捕まえてあるので大丈夫です。こっちは倉庫ね。体育館倉庫もなんかありそうだけどね。学校の中とか入れるのかな？これはそもそも小学校だよね。
入れるのかな。太陽くんたちが通ってるとこだとは思うんであれだけど、結構道が暗くて分かりづらいな。あ、いたいたいた。あれ太陽は一人で来たんだ。どうしたの、大丈夫？好感度を取り戻す。やっぱりちょっと怖いかも。好感度を取り戻すぞ。じゃあここから先は僕と一緒に行こう。手伝いで行こう。でも僕くん、かけっこでズルしたから。そのお詫びだよ。あれはズルじゃなくて作戦。まだ言ってる。私そういう人とは一緒に行きたくありません。じゃあズルしてごめんなさい。オッケーオッケー、そう謝って。なんで急に謝るの？だって女の子を一人で暗い山の中になんか置いていけないよ。おお男の子精神。ありがとう。手つないでいこう。手はダメですか？先は僕が行くから。じゃあ僕が先歩いていくから。あ、横並びね。あれ、あ、なんでトモコ姫がいるの？太陽、お前はそっちか。トモコの下で会ったんだ。お前はそっちだったのか。用事があって来てたんだって悪い男だな。怖くないんですか？太陽め、怖いのが好きなの。そうなんだ。マメちゃん怖い存在だしな。これが僕くんが直した橋ですね。そうですよ。板が狭すぎると思うんだけど。キミコちゃんって親戚の子か。疑われる構造よね。安全管理がなってないですね。なんでそんなに辛辣なの、お前ら。作ったのに。そんなにひどいこと言わなくたっていいじゃないか。だって対岸側に釘打てないんだよ。打てないはずなのに打ってたんだよ。しょんぼりしてしまった。どうやって作ってんの橋。ってことで、ここから森の中へ入って肝試ししようぜ。俺と組むのは私、僕くんと行く。え、なんで？おっと、じゃあ私は太陽と。え、呼び捨て。僕には選ぶ権利はないの？呼び捨てだ。ないっすか女子2名で。じゃあまずは俺たちが先に行くぜ。はい。森の一番奥にある原っぱまで行ったら海の方へ降りていくんだ。で、最後はまたこの辺で合流。はいはいはい。まずは掛け声から。えいえい、ああ、オッケー。右ルートで行くってことね。左直行っちゃダメってことね。そっか。僕たちもそろそろ行こうか。早くねえか、うん、早くねえか。まだ一瞬だったと見えなくなってから。そっか、じゃあ行くか。あ、自動ね。この袋みたいな怖いよね。なんか僕元気なくなっちゃった。あ、男の子。あの橋頑張って作ったのにさ。そっちか、そっちか。そうなんだ。そっか。でも頑張っていこうよ。みんな使ってるくせにずるいよね。そうだ、走っていって前の二人を追い抜いちゃうとか。なるほど。じゃあ行きますよ。よーい、ドン。しまった、かけっこ最速のキミコちゃんが。一人で行ったらまた怖がるくせに。走りながら言ってやれ。あー、それで自分で動けるようになるのね。帰るっていう選択肢あんのかな、これ。帰ったらどうなのかな、これ。キミコちゃんの好感度が地獄のように下がりそうだからやめとこう。そういうので痛い目見てるからね、俺別のゲームで。発言力なくなって痛い目見たことあるからやめとこう。女子トイレに何回も入ったら発言力なくなってカースト最下位になったことがあるから。なんでさっさと来ないんです。すいません。怖いじゃないですか。すいませんでした。だったら一人で行くなってば。早く来てくれればいいだけじゃない。ねえ、太陽くんが言ってた原っぱってあっちかな。あっちだよ。事前にもう僕は知ってますんで大丈夫ですよ。そっちです、任せてください。流星も見ちゃったからね。見ちゃってるからこれ先に見ちゃったから。真っ暗だね。真っ暗ね、うん、ここは月が山に隠れて見えないね。それどういう状況？月が山に隠れる。全員集合が停電で真っ暗になった時、なんで僕の家は停電にならないんだろうって思ってた。全員集合。なんだ、テレビ番組のこと。同じか。おおおお、ねえ、この BGM。 空にこんなにたくさん星が見えてたらなんとなく怖くないですか？うん、ちょっとそうかも。あの日夜空に見えていたものが天の川だったのか、ただのちぎれ雲だったのか、うん、今となってもわからない。手つないちゃった天の川ってミルキーなんとかって言うんです。甘いキャンディーみたいな名前です。ミルキーはママの味。あー、手離しちゃった。いや、ってことは太陽くんはトモコ姫狙い。あんだけ。どうした、
キミコちゃんの手今ひんやりしてる、ね、触れたのか手が。奥くんのはあったかいね。あ、そういうこと。寒いの。そんなことないですよ、夏だし。じゃあいいけど、また少し走ります。ここから先は少し明るいみたいだし、今度こそ太陽くんたちを追い抜いてみませんか。うん、やってみよう。では行きましょう。よーい、ドン。置いてかれるっていう置いてかれるっていう、やめとこう。発言力ポイントが下がる可能性がある。やめておこう。トラウマだからな。何もすることができなくなったからな。発言力は大事だ。人生において、ゲームにおいて発言力を失うということはいかにひどいことになるか。俺1番私2番私は3番、僕は4番。頑張って走ってきたのに追い抜けませんでした。残念だったね。ああ、お前らなんか仲良しになってねえか。お前が言うな。随分時間もかかったし。そんなことないよ。なんだろうな。なんていうところなんですか。子供たちの世界って感じだな。ここは向こう浜。ここから泳いで行ったら隣の隣島もすぐそこなんだ。ってところで夜の森の大冒険はこれにて終了。別にどっから泳いでもすぐだけどね。時間進まないから。なんでみんな僕くんを置いてくの。トモコちゃんとトモコ姫と太陽王子は何があったのか。プリンセス太陽はプリンセスじゃねえや。よー、何があったのかな。桟橋のところの橋の下ろし方分かってる。うん、大丈夫。あ、今日は、ね、あれ下ろせるんだ夜。子供の力で。私もで島に帰るってこと。あっち島に。女子2名。じゃあね、皆さんおやすみなさい。この2人は仲いいのかな、もしかして。キミコちゃんとトモコちゃんが関わってるところあんま見たことないけどな。そっか、そういう感じなんだ。なるほどな。じゃあトモコ姫を追ってみるか。トモコ姫、橋を下ろしたならその下ろし方を私にも伝授してくれ。どうやったんだ、どうやったんだ、一体どうやったんだ。これを下ろしただと。どういうことだ。どこをどういじったんだ。トモコ姫教えてよ。これ子供の力で下ろしたっていいもの。しかもトモコちゃん下ろした後上げてったってことだよね、あの一瞬で。そういうことだと。トモコちゃんにしかいけないのか。うん、分かってる、素でよねとかいう、そういう展開ないよね。トモコちゃんがバカ力みたいな、そういうのないよな。大丈夫か。会長と同じでバカ力のパターンないか。怪力使いみたいな。お母さんのおっぱいは恋しいか。おばちゃん、ただいま募集中とのこと。やっぱ動物園かな。幼稚園児たちはいい名前をつけようと一生懸命考えています。明日のご飯は何にしようかな。決まるといいですね。あ、お魚を釣ってきたら忘れずに。夕方台所にいるおばちゃんに渡してね。夕方限定ですか。タコ腐っちゃうよ。ちょっと冷蔵庫入れとかないとまずくないか、タコ。もうばあちゃんはどうせ何枚だの全枚だでしょう。その話でしょう。名前だ。あ、カットですね。はい、全く同じでした。全く一言一句同じでした。第2話でしたね。なのでカットですね。キミコちゃんは入ってないとか、おじちゃんが入ってるのかな今お風呂。とりあえず歯磨きをして、カバのチャッピーって言ってるね。カバのチャッピーか、カバの子供が生まれたのか。なるほどね。 OK、 間違えた。桜幼稚園おじちゃんね。おじちゃんって太陽だ。二人で入ると少し狭いな。うん、そうだね。キミコちゃんと入りたいな。もっと大きい。小さい大きいプール並み。どうしよっかな。嘘つくとな。なんか最近ひどい目にあったからなんか結構の点で。もうちっちゃいって言っとく。都会の方が面積生地取れないからちっちゃいっしょ。そうか、さすがに都会だな。ね。そうだ、こうやって一緒に風呂に入った時は田舎と都会の対決をしようぜ。あ、いいなそれ。自分が住んでるところ田舎って言っちゃっていいの。現実だからな。だって田舎だもん。そうそうそう、現実だもん。別に田舎って無別の言葉じゃねえからな。都会の人たちからはそう見えるのかもしれないけど、そういうもんじゃねえぞ。純粋に別にそれが現実だっていう。別に田舎悪いとこじゃねえし、バカにすんなよ。はい、ちょ、タコ冷蔵庫に入れとかないと腐っちゃうって。渡してないよね。うん、ダメか。これ規定の分なのか。ねえ、だって僕くんのポケットにマダコ入ってんでしょ。ニュルニュルしてニュルニュルマダコ入ってんでしょ。それは明日の夜が腐るって。一緒に寝なきゃいけないんでしょ一旦。
今年の夏は海外旅行が大流行。おじちゃんは毎日海を渡って通勤してるから、毎日が海外旅行だな。ああ、確かに海の外、確かに確かにそういう捉え方もできるな。なるほどな。キミコちゃん上かじゃん。キミコちゃんお姉ちゃんの部屋にいる。入ったら殺すと言われてる夏美絶対防衛ラインを超える。いた。あ、なんか楽しそう。ねえ、隣に座って一緒にラジオを聞きませんか。あ、いいよ。僕はここで聞いてるからいいよ。おいおい、僕、俺。あ、そうですか。座れないか。座るっていう選択肢ボタンはないのか。そっか。桜幼稚園の園児たちもお祝いに来てました。可愛い赤ちゃんにみんな大はしゃぎです。幼稚園児たちは可愛い赤ちゃんを無事産んだチャッピーに大好だいぶ遠くなるな。壁一枚隔てるだけこんな遠くなるのか。さあもう時間が11時近いな。僕くんの机の上ってあんまりこの辺見たことないけど、あれか、なんかあんのか。女の子にモテる男の磨き方という本が入っているそっかそっか。体力おませさんだな。おませさんだな。小学生からか。小学生からはおませさんだな。だいぶ集まってきたよね。アドベンチャーなんちゃらっての気になるな。あれかわいいな、アドベンチャーなんちゃら。ちょっと欲しいな。うちのバスザローカルがね、あまりにも強すぎて他の雑魚は IT にならないけどな。まずいな、時間だな。え、あ、間違えた。なんか押されちゃったわ。よし、寝よう。危険だ、寝よう。寝ます。まだ子ね。一人で行っちゃった。キミコちゃん、一人で暗い森の中に、え、行っちゃった。なんか、童話みたい。キミコちゃん、一人で暗い森の中、行っちゃった。いきなり走り出すなんて、かけっこのルール違反だぞ。かけねえ。かけねえ。ここでそんなの触れていけねえよ。行っちゃった。まあそうだよね。そこだよね。キミコちゃんと一緒に星空を見たよ。女の子は手が冷たい。ドキドキしたから病気かな。あ、これっちにしよう。これにしよう。これにしよう。病気かな。太陽とお風呂に入ったよ。なんでバチバチしてんだよ。都会と田舎の対決だ。ライバルの火花を散らしたよ。こっちだな。対決だ。かかってこい。オッケー。で、寝ればいいか。ちょっと気になるな。お兄ちゃん派、弟派、どちらが好みの男性であるのか。日々論議が重ねられているっていうの気になったな、今。聞いときたかったな。はい、じゃあ一旦ここで休憩します。ありがとうございました。ありがとうね。